まず皆さんに見てほしいものがあります。え？おい、意気揚々とゲーム実況始めようと思ったらアップデートが入っていく。ちょっと待ってね。開幕から閉まらねえな。お騒がせしました。はい、見せたいものとは何だと。目の前に広がっております、この圧倒的なクオリティのグラフィックよ。いや、マジですごくないか。ほら、髪の毛一本一本からさ、この肌の質感、瞳の中とか、この細部に至るまでこだわり抜かれた手の血管とか浮いてるぜ。すげえ。はい、ものすごいクオリティのキャラ目の前に広がってるけど、このゲーム何かというと、左上にあります、恋と真空というこちら恋愛シミュレーションゲームだそうですね。もっとざっくり言うと乙女ゲームだ。このゲームの概要、めちゃめちゃ短く10秒以内ぐらいにまとめて今から伝えるので、しっかり聞いていくように。はい、このゲーム近未来が舞台、つまり今より未来が舞台のファンタジー 3D 恋愛シミュレーションゲームっていうジャンルらしいね。没入感ある一人称視点のリアリティあふれる演出などが特徴で、愛は手の届くところにっていうのが一つのテーマとしてある、新しいゲーム体験を我々にお届けしてくれるような、そんなね、もう全く新しい恋愛シミュレーションゲームだそうですね。めちゃくちゃ楽しみ。とりあえずちょっとタッチスタートで、はい、早速始めてこうぜ。おお、これ女の子、主人公だよね。待ってくれ、キャラクリエイト、おい、キャラクリエイト3時間コースのゲームかもしれない。これは実際の写真を使用して顔を作成することも可能だって。写真アップロードしてその顔を元に多分作ってくれるんだ、おそらく。ちなみにキャラクリエイト画面一瞬紹介すると、本当に作り込もうと思ったら顔のパーツだけでガチで死ぬほどいっぱいあって、本当にガチで死ぬほどいっぱいあって、これキャラクリエイトマジで3時間コースです。はい、というわけで、バカみたいにいろいろとキャラクリエイト本当に細かいところまでいじれたんだけど、ほぼいじらずに瞳の色だけシンクにして、まあ近未来が舞台なんで、まあ未来では瞳の色ぐらい自由に変えれるようになってるだろうということで、これで確定して、さあストーリーを、かっこよ、始めていこうではないか。さあ始まったぞ。結構 SF チックな。わあ、こういう映画の冒頭、おはようございます。ありそうだって。眠れましたか？真空チャンネルです。はい。今日は真空トンネルの波動の影響により、一部地域で特異エネルギー指数が高く、ワンダラーが現れやすくなるでしょう。なるほど。私たちが平穏に暮らせるのは、この町で奔走するハンターの皆さんのおかげです。ここからは各地の指数をお送りします。特に指数が高いのは、忙しい一日になるかもしれませんので、医療関係者は準備をお願いいたします。何語喋ってんのか全然わからんけど。試験を終えたばかりの新人ハンターたちにメッセージが届いています。あなた方は茨の道に踏み込む覚悟をすでに決めているのでしょう。人々の祝福を胸に前へと進んでください。以上、本日のニューストピックスでした。最後に14年前の真空からの贈り物、真空伝説をお楽しみください。もう端から端まで何を言ってんのか。届いたこれらのパルス信号は奇跡と呼ばれています。私たちもいつか洞窟を抜け、生命の限界を超え、星々に到達できるかもしれません。すげえ。次は真空トンネルを抜ければ、時間の分岐の中で未来が私たちを待っているかもしれません。とにかくグラフィックがとんでもねえってことはわかるな。あとはまあ敵のような存在がいて。真空トンネルがリンク市上空に開き、地磁気エネルギーに異変が発生、怪物ワンダラーが現れた。それ、怪物がいると。真空ハンターもあの年の危機によって生まれた。ハンターがいると。情勢は安定しているものの、ワンダラーは依然として我々の周囲に潜んでいる。諸君らの周りには、気象庁式で配属が決まるんだよね。なんか緊張しちゃわない？あ、なんだ、話しかけてくんな。なんか結構重要そうなこと今言ってたよ。池叔父が目の前にいたけど、とりあえずこの子、同僚の女の子的な感じなのかな。返事をする。してみようか。緊張したって結果は変わらないよ。問われるのは成果のみだ。
ワンダラーの体内にあるコアを狙い、危機を根絶することがハンターの最終目標だ。うん、最後に、選抜試験合格おめでとう。新たな真空ハンター諸君。なるほど、我々が新たな真空ハンターなわけね。それでは新たな真空ハンターへの起床授与式を始めよう。第1位。わあ、トップバッターじゃん。早くステージに上がって。あ、俺？ワイ？ワイトップバッター。なるほど。まあ、とりあえず今分かったことは、ワンダラーなる敵がいて、それを倒すハンターなる、こう、警察組織のようなものがいて、で、主人公は、そのハンターの新人ということか。それが今分かったことだね。さあ、前へ行こう。あ、意気揚々だな。はじめまして。うん。手をここに。情報を確認する。はい。お、これタッチか。お、長押しだね。タッチだね。はい、いいね。え、あ、出た、名字名前か。はいはい、ちょっと待ってね。どうしようか。はい、とりあえずメザとメタルンで。キラキラネームが過ぎるか。いや、まあ、瞳は赤いしね。はい、コーマ族の末裔ということで、このスバの話伝わる人いるんかな。で、まあ、メザトがメリって読めるんで、相性はメリーで、生年月日は俺の誕生日と一緒で、さあ、確定。はい、メザとメタル。考え直した方がいいか、名前。いや、いいや、このまま行くぞ、俺は。レッツゴー。いや、字面やば。珍しいイボルだ。伸びしろがあるだけでなく、他の能力を身につける可能性もある。道理で南が君を自分の行動部に選んだわけだ。日本語で喋ってほしいですね。計測不能だと。やっぱり。会長、私は14年前にワンダラーに襲われて以来、イボルレベルが不安定なのです。イボル？あの危機は多くの人の人生を変えた。レベルの測れないイボルバーはいる。うん、イボルレベルだけが実力の判断基準ではない。能力さえあれば君も歓迎されるだろう。イボルと呼ばれる異能があるっていうことか。君は真空ハンターだ。なるほど、受け取ります。ありがとうございます。いや、名前出さないで、ちょっと表示しないで。字面やばすぎるから、名前の。というわけで、このほどエネルギー源が近い。はい。捉えた。あなたのイボル、探査機より優秀だね。私はモモコ、気象授与式で隣にいたんだけど、覚えてる？あ、重要な場面で話しかけてきた人ね。せっかく同じ部署になったんだし、一緒に行動しない？うん。タロットによれば、私の今日の運勢は最高なの。気をつけて。ワンダラ、早速来たね。はい。ワンダラ、付近出現、任務受けますか。とりあえずチュートリアル的な感じでしょ。さあ、レッツゴー、やっていこうじゃないか。危険レベルは B 程度。さっきの波動と一致するね。でも波動値の上限加減は分からないし。うん。じゃあ念のため手分けして調べてみる？大丈夫、うん、私は中に行ってみる。私は外を探索して干渉範囲を確認してみるよ。気をつけて。ハモった。今日の運勢ほんじゃかほんじゃかって言ってるやつ、大体死ぬ気がするんだけど。危険レベル B なわけない。ねえ、別行動して大丈夫なの？死亡フラグじゃないか。まぶし。さあ、なんだ。とりあえず危険レベルが高そうっていうことだけ今伝わってきたが、さあ早速。ハンター、任務で来たのかな。イケメンが寝てるぞ。近づく。大丈夫？死んでない？こんなとこで何してんだこいつは。あ、傷ついてるか。体に得意エネルギーが残留してる。何、深で負った、傷ついたってことかこれ。大丈夫？おい、生きてるか。救援を呼ぼう。おお、え、すごくない？本当に近未来って感じがするね。とにかくクオリティが。緊急救援センターです。おお、びっくりした。大丈夫？おい、急に動くんじゃないよ。ああ、あんたこそ。後ろだ。おお、なんだ。おお、すごいな。
うわー、クオリティやば。磁場が展開されてる。あんたもハンターなら手伝ってくれ。とんでもねえイケボ。なるほど、最初のイケメンとの出会いってことね。うすげえ、早っ。おい、回避ボタンエグすぎるって。共鳴スキル、いいえ、おもろ。ちょっとおもろいぞ。はいはい、今戦闘あったんだけど少しスキップしてる可能性あるわ。光のイボル、新人の中にこんなイボルバーがいたの。大丈夫か、イケメンどこ行った。お、いるわ。違うか。何、コアを分析すれば情報が得られるのに壊すなんて。違うというのは何だ。まあ、いいよ、異常な場所はまだあるはずだし奥を調べよう。あなたも任務中、ここは見た目よりずっと危険だから一旦出直した方がいいよ。もう遅い、ここに入った時点で罠にかかった獲物だ。ほう、来い。イケメンに手を引かれて。いつから閉じ込められてるの。爆発の時何か見た。爆発の時は寝てた。大丈夫かこいつ。こんな危険な場所で。これは光を利用したただの子供騙しだ。ほう、光に関係する敵。波動なし。笛だ、止まってる間は波動を起こさない。ふん、し、こっちだ。うわ、イケメンがし、こっちだ。だっておい、憧れるシチュエーションの一つなんじゃないのか。これ光を飲み、あなたのイボルは光。これは偶然っていうよりあなたのための罠かも。なるほど。俺みたいな平凡なハンター相手に大掛かりすぎるだろう。胸の傷大丈夫なんか。肩を変えるとあなたは獲物じゃなくて格好の餌。何を考えてるんだ。逃げられないならいっそ奴らをおびき寄せて一掃すればいいかなって。あんた、光で。なるほど、とりあえず今罠にかけてきた敵をどうにか返り討ちにしようっていう算段なわけだね、ストーリー的には。いいな、危険な場所で、未知の場所でイケメンと二人で行動。敵が集まってきて強くなってる。うまくいったね。お、数が多い、同時に倒さないと光と共に復活するぞ。復活するんかい。一回で全滅。はい、使うけど大丈夫な。悪いな。お、胸に手を当てて。お、いいんですかそんな急に近づいて。目をつぶってイケメンが異能を発動する瞬間、なんかちょっと憧れるシチュエーションの一つか。これも危険な状況を二人で切り抜けて恋が始まる予感がするぜ。とりあえずなんとかなったってことでいいのかな。かっこいいな。終わった。本当に全滅させた。私と共鳴してこんなに強くなれた人は初めて。運命感じちゃうぜ。相性がいいっていうことだよな。ワンダラーも全て消えた。あんたのおかげだ。でもコアが一個も残ってないなんて。うっかり吹き飛ばしてしまった。こいつ大丈夫か。残存エネルギーでも役に立つはず。私は霊空の新人なの。あなたは？セイヤ。はい、名前来ました。そうだ、頼みがあるんだが、誰かにここの状況について聞かれたら、この廃墟の中にはワンダラーしかいなかったと言ってくれ。自分の存在を隠したい。そんなこと頼んで怪しがられると思わないの。悪い、今度会った時説明する。今そっちに向かってるんだけど大丈夫？私は大丈夫だよ。同僚の子が。お、あなたの信号が途切れちゃって。あるあるな展開だな。あなた一人でやったの？急に目の前から消えちゃうやつ。実はさっき、状況が複雑で説明できない。みたいだね。とにかく無事でよかったよ。話は後にしよう。セイヤ、なんだか不思議な人。
彼がここに現れたのはきっと偶然じゃない。なんで自分の存在を隠したいんだ。お、来た、聖夜小球士。絶対に小球士名字じゃないね。聖夜小球士っていう名前だったらちょっと任務完了。教会へ戻る途中、私はガイと街角の出会いのカフェ。はい、特別な出会い。あ、ガチャっていうこと。出会いっていうことはボイスメッセージ。ボイメ来た。あ、これタップすればいいのか、この再生ボタン。しばらくはあの基地に近づくな。爆発やワンダラーの他にも何か危険が潜んでるかもしれない。待て、俺の連絡先をお前はいつ知ったんだ。なあ、これでいいのか。で、初対面、いきなり一番最初の会話でボイスメッセージを送ってくるやつ、これ LINE で。何こいつ、慣れ慣れしすぎないか、距離の詰め方よ。信用ならん男だぜ。はい、とりあえず返していくよ。 You are Seiya?どうして私の番号を知ってる。あそこはもう封鎖された。あそこに詳しい。どうして私の番号を知ってるんですか。ええ、ストーカー。気に障ったなら後で消す。ただもう覚えてしまったから、忘れるには少し時間がかかると思うが、あなたって本当に不思議な人ね。どうしようかな。いや、もう好感度上げに行く。不思議な人ねつって。いや、とりあえずあの場所にいたことが気になるよな。あんな場所で寝てて何してたんだよな。ちょっと、おい、家あるのかお前。通りがかっただけ。怪しすぎ。信じねえよ。信じる。おい、またボイスメッセージ来たぞ。何この男ね。イケメンだからってこのムーブ許されるんですか。ちょっと、まだやることがあるんだ。話はまた今度にしよう。何こいつ、お前からそもそも LINE してきたんじゃん。来た、ガチャだ。ガチャ要素来ました。はい、イケメンだな、おい。はい、真空に願うことで彼の思念を獲得できます。一回願う、とりあえず一回願うか。じゃあ願ってみよう。さあ、ガチャもね、レア演出とかあるんだろうけど、とりあえず素のガチャの演出が素晴らしい。はい、聖夜星4、野花の姫ごと。ちょっと皆さん、このガチャ画面を見てください。やばすぎます、やばすぎます。おいおい、いいんか、こんな永遠たる夢。こんなことが許されるんですか。おい、スマホのゲームのクオリティとは思えねえよ、本当に。まあ、とりあえずストーリーの続きを見ていくよ。さあ、ストーリーの続きはこの06っていうのでいいのかな。で、自己紹介された時、セイヤどんな気持ちだったんだろうな。メタルン、変な名前だなってやっぱ思われたのかな。まあいいや、名前の話はいいや。はい、基地跡の清掃任務が終わり、私と桃子は他のハンターたちと一緒に霊空行動部に戻った。なるほど。当初の想定通り、爆発の影響を受けたエリアの危険レベルはどこも A を超えていない。うん、危険じゃなかったんだ。あの後エリア内に残っているワンダラーを掃討したが、私たちが危険に遭遇することはなかった。でもセイヤに対してはさ、かなりなんか罠張ってね、徒党を組んでセイヤを狙ってた感じがあったけど、あれは何だったんだ。あれ危険だったよね。セイヤに対してだけああいう風にかなり敵対心が強かったのかな。それとも何者かにセイヤ狙われていたんかな。ちょっとまだ謎が残るな、そこら辺は。よくわかんないことが多いな。そういえば基地のデータを送ったけど、結論は出たのかな。はい、データ分析、あ、セリフはストーリーないのか。データ分析隊がさらなる調査を行ってて、その結果を待つことになったみたい。うん。今思い出すと本当に怖かったよね。あなたが無事でよかったよ。まあ、イケメンと出会えたことが、生き延びたきっかけになったよね。これも運命なのかな。今日のカーキタバチキタポティキテトホンドバテ、今日の運勢も最高かもしれないね。早くカードを引かせて。おい、えぐいって。桃子のなんか占い好きが侵食してきてるって、メタルンにも。おい、人の気も知らないで。ずっと信号が途絶えたままだったから、科学的手段もオカルト的手段も全部試してみるとこだったんだよ。近未来で科学が進んでるはずなのに、オカルト的手段なんだそれは。はい、突然スクリーン上の壁が暗くなり、リーダーの南さんが隠し扉から現れた。あ、キリッとした感じの人だね。霊空の新人さんたち、ようやく正式に会えたわね。リーダー、うん。
あちこちで響いていたおしゃべりの声が彼女の威厳ある視線を受け静かになる。全員無事でよかった。最初の実戦でのあなたたちの働きはすでに各々が装着しているハンター探査機によって記録され報告されているわ。なるほど。霊空という弓は適合する矢だけを選ぶ。行動部もそれを参考にあなたたちを各部隊に割り振ります。それ監視されてたんだとしたらさ、セイヤの存在バレてね、大丈夫なのかな。今後しばらくあなたたちに割り当てられる任務の難易度や内容、活動範囲などは全て隊の担当分野によって決められます。まあ、要するに上が決めて適材適所、それぞれに合った難易度やこう場所に、はい、移動させられるっていうことね。今日以上の未知と恐怖にも直面するでしょう。あなたたちにはより広い視野、より柔軟な思考、そして信頼できるパートナーを持つことが求められます。ふん、俺のパートナーは桃子さんなのか。今日の任務についてはよくやったとしか言いようがないわね。ご苦労様。最後にそのシンプルな言葉を残すと、南さんは淡々と笑って周囲を見渡し、再び隠し扉の中に戻っていった。いや、なんで隠し扉で出入りしてんだよ。だからよそもそもその隠し扉っていうのは何なんだ。おい説明をしてくれ。なんで隠し扉で出入りしてんのこの人。普通に来いよ。何そんな、なんか隠れてなんかね、出入りしなきゃいけない人なのかな、リーダーだし。基地の照明が一斉につく。通知音があちこちで鳴り響き、この場にいるみんなが次々とハンター探査機を確認する。配属先を送付しました。明日の午前8時配属部隊のもとに集合してください。なるほどね。データ分析隊リーダーゼル。ゼル、データ分析、昨日の占いが当たったよ。あ、待て、何の話だ。一人で先へ進むんじゃない。何の話。あなたも早く確認して。私が自分の探査機を開くと、ハンター情報の霊空行動部内の所属部隊名ははっきりとこう書かれていた。はい。好きだかったばってけど、おい、どうした。機動先遣隊リーダー南。さっきの人じゃん、リーダー。機動先遣隊なんかすごそうだな。南さん直属の部隊、いいな。ちょくちょく見に行ってもいい。ということは一応エリートとして見てもらえてるってことか。俺は私を、それとも南リーダーを。目は二つあるから、一つはあなたで一つは南さん。じゃあダメ。怖えよ、目一つずつで別々の方向を追いながらさ脳、右脳と左脳を使って別々のこと考えてんのかな。やば。いや、でも近未来だからね、これ舞台。未来の人間はそれぐらいできるようになってんのかもしんねえわ。できてたらもう妖怪だよ。本当にあなたにはかなわないよ。さあそろそろ帰ろう。まずは一緒にご飯食べに行かない。いいね、飯。パートナーは任務ごとに違うのか、今後一生のパートナーが割り当てられるのか、どっちなんだろうね。ハンター教官のビルを出てすぐの場所に、市の中心に位置する晴れ空広場でいいのかながある。うん。360度死角のない複眼、ワンダラーの活動を監視する紫外線センサーを実装した小型ドローンが街の上空を旋回している。なるほど。今の臨空市は14年前にワンダラーに襲われた街とは到底思えない。なんかね、自然と近未来感がいい感じに融合した素晴らしい街の景観をしているが、いいね、この近未来感。近場で簡単に食事を済ませた私とモココ、モココって誰だペットの名前みたいになっちまった。モモコはそのまま広場近くの並木道で一日中張り詰めていた心をリラックスさせることにした。うん。ということは、あなたが南リーダーに憧れてるのは彼女に助けられたことがあるからなの。あ、そうなんだ、助けられたことがあるんだ。中記念碑のそばにあるベンチあ、お経唱え始めたぞ急に。俺大丈夫か。記念碑のそばにあるベンチに並んで座った桃子が興奮気味に十数年前の出来事を話し出す。そして最
最後は私がちゃんと見てない間にワンダラーは消えちゃった。ふん。南さんは私を道端に連れて行ってくれて、もう大丈夫、家に帰りなさいって言ってくれたの。もう安心感マックスだったよ。まあ、それがハンターになろうと思った動機っていうことか。思い出に浸ってうっとりしていた桃子はすぐに私に向き直り、珍しく真剣な顔をした。だから南リーダーの背中を追ってハンターになった私は、彼女みたいに強くなって彼女と肩を並べて立ちたいの。なるほどね。珍しくって言うけど、そんな珍しくこんな顔をするなって思うぐらい仲深まるぐらい長時間一緒にはいねえだろまだっていうツッコミは野暮なのか。はい、その日はきっと来るよ。私ばっかり話しちゃった。あなたはどうしてハンターになったの？私は晴れ空広場の喧騒から目をそらした。遠くに目をやると街の上空はすでに夕日に照らされ淡い金色に染まっている。主人公の過去、記憶にある14年前のあの場面も騒がしい夕暮れ時だった。助けを呼ぶ人々の声はワンダラの方向の中にあっけなく消えてしまった。なあ、ちょ待って。ボロボロになった街を逃げ惑う私は、背後から追いかけてくる怪物がどんな姿かも分かっていなかった。痛みが背中を貫き、心臓、お前やばすぎ、心臓を刺すまでは。なんで生きてんの？え？崩れたビルでできた防壁が目の前にある。私は震えながら必死に這い上がろうとした。すると砂ぼこりが舞う中、一粒の種子が目に入った。大丈夫か？痛そう。そこから静かに伸びる目が地面を突き破っている。な、待って、種子が目に入ったは種子が視界に入ったっていうことね。目の中に直接入ってきたわけじゃないないよなおいおい、もう俺の理解力終わってるわ。うん、まだ生きていられるなら私はもう追われる獲物になりたくない。危機を前にして逃げることしかできないような。その顔、さては遠い昔を思い出してるね。なるほどな。だからもうやられるだけの人生は嫌だ、これからは俺がやる番だって言ってハンターになったっていうことか。つまりそういうことか。すごい、占いだけじゃなくて人相だね。人相も見れるんだ。あなたは期待しながらも不安を抱いてるみたい。うん、当たり障りのないことを言ってるだけでは元も子もねえか、あんなこと言ったら。皆さんご覧ください、こちらが臨空士にとって重要な意味を持つ星空広場です。星空広場でした。晴れ空広場じゃありませんでした。なんか可愛い名前になっちまってたわ。はい、ここでは過去と未来が共存し伝統と革新が融合しています。これこそが魅力なのです。なるほど。うるさいなこのロボット、子供みたいに喉にスピーカーでもついてるの？我々視聴者のために基本的な情報を教えてくれてありがとう。あちらをご覧ください、おもちゃ街で海をテーマとした催しが開催されています。ついてきてください。なにこれ、ついてくの？君子危うきに近寄らずだね。明日早起きしなきゃいけないし、早く帰って休もう。うん、実践の後はさすがにしっかり寝なきゃね。私住んでる場所遠いから急いで帰らないと。そうなんだ。どう、うちに来ないか一緒にいやいいんだ、俺はイケメンと一緒に過ごすんだ。こんな桃子と一緒に過ごしてる場合ではない。こんなとか言っちゃダメだ。じゃあ明日霊空でまた明日ね。桃子が立ち去り、私も帰ろうと立ち上がった。お、この感じはまだ何かあるか。そしてずっと斜め向かいの茂みに潜んでいた人影に目を向け、思わずなんだ、セイヤか、セイヤ、いやー男の子か。僕何かよ。何もないなら私はもう行くよ。しみげかつけてかったばてけたおい口回ってね、本当に大丈夫か。茂みがかすかに揺れたものの、すぐに静かになる。身を翻して歩き出したところで、
服の裾が引っ張られる感覚があった。あの、さっきの話を聞いてたんだけど、お姉さんはお仕事中のハンターなの？そうだよ、待機中のハンターだよ。ハンターはとってもすごいんでしょ？どんな依頼もやり遂げるんだよね。彼は得意げにポケットからキラキラ光るカードを取り出した。ほう、これが報酬だよ。超能ハンターの AR カードセットと限定版の月光ハンターをあげるから、ついてきて。待って、そんな男の子のおもちゃに釣られてついていくような大人じゃないぜ、さすがに。ちょっと待って、先に何をしてほしいか言ってよ。ついていくんかい、おい。ちょっと、なんだ。この先だよ、お姉さん、あの赤い魚を取って。あ、ムービー入ったな。手伝ってあげるのはいいけど、絶対取れる保証はないよ。リート、勝負なのに。やべえ、はいぽい、僕に雇われたって言わないでよ。あ、ムービー入ったら喋ってくれるのか。この魚は海から離れたら1週間しか生きられない。お、来たぞイケメンが。ほら、逃げられてしまうよ。超かっこいいなこの人は。どうするんだ。はいはい。選手は適当に仕入れたんだろうけど、およそ人間の動きじゃなかったぞ。この火のような赤、リモリアの伝説に出てくる塩ビ魚だ。どんな金魚の救い方、マジでとんでもねえ救い方してたぞ今。何、その伝説はよく知らないな。ちょ、もう一回見せて今の動き。ワンダラーのせいで帽子島行きの船は出てないよ。行かない方がいい。なるほど、船のチケットが手に入らないわけだ。君のおかげで無駄な時間を使わずに済んだよ。待って、この子、あなたと一緒なら少しは長生きできそう。結構ロマンチックな出会いじゃないこれ。海が好きなら、臨空市で一番綺麗な海、白砂湾に。最後まで話聞いてよ。勝手なやつだな。あ、しまった。定期検査、まあ、とりあえず2人目のイケメンと出会うことができましたと。ちなみにこのゲーム、イケメンは3人います。あと1人です。はい、ちなみに、ちなみにビジュアルだけで言うなら、今の人がビジュアルは俺一番好きかな。はい、というわけで3人目を探し求めて。もしもし、エンさん、私です。エレベーターを出たところなんですけど、レイ先生はまだいらっしゃいますよね。大丈夫ですよ、全ての定期検査はシステムに登録されていますから、レイ副統括が忘れるはずありません。うん、副統括すごそうですね。まあ、レイ副統括は仕事が終わってもオフィスにいますし。仕事人間ってこと？レイと知り合ったのは、私がおばあちゃんに引き取られた後のことだ。その時私は8歳だった。うん、家族同士が古い友人だったため、パーティーがあるたび私たちも一緒に食事をしていた。幼なじみってやつ？うん。大人になって彼と再会したのは半年前。私の心臓に残っていたコアの破片を再検査をした時だ。あ、なるほどね。だから心臓を貫かれたけど生きてたのは、多分この病院のおかげ？おそらく。きっと。多分。知らんけど。まさか数十年ぶりに再会して、しかも彼が私の主治医になるとは思ってもみなかった。あなたとレイ副統括はお知り合いでしょ？電話はおつなぎしますから、要件はあなたから伝えた方がいいですよ。はい、レイ副統括。いえ、別に。アケソ病院、生命により良い未来を。時間に正確だな。あと10秒でお前の予約は無効になる。あ、時間にシビアすぎ。機械人間ぐらい時間にシビアじゃねえか。あと10秒。いや、おい、急いで10秒以内に行け。はい、てんてんてん。今日の最終時間の予約を取るの大変だったんだよ。もう少し待ってよ。急がなくていい。あと5秒。はい。1行で矛盾するのやめて。急がなくていい。あと5秒。おい、5秒以内に来いって言ってるじゃねえか。急がなきゃいけねえじゃねえか。そこまで正確にカウントする必要ある？ 3、2、急いで欲しいのか急いで欲しくねえのか、どっちなんだこいつ。あ、とりあえずこのレイが3人目のイケメンなら、まあ、確定だろう。オフィスの前に着いた私はドアを開けた。間に合ってよかったな。
時間ちょうどに着くというのは新たに覚醒したイボルか。あ、イボルっていうのはまあ異能力、超能力っていうことなんだろう、おそらく意味合い的には。カウントダウン仕上がるくしかったかばちかった判定別定半端。カウントダウンしかやることがないなんて、あなた次元爆弾なんじゃないの。来るぞ、備えろ。あなた今朝5時にリンクーシに着いて7時にはオフィスにいたんでしょ。おお、エリート系イケメンだ。から聞いたのか。休暇を口実に局地であの謎のプロジェクトを調査してたの。プライバシーに踏み込むな。超キリッとした顔してる。結果は、はい、かっこよ。あ、いいな、清潔感は一番ある。まあまあ、試験が続いて何回か徹夜しちゃって。医者の忠告を聞き流すとは、今日もただ来ただけのようだな。一番関係は進んでるか。座れ。とりあえず調子んだ。調子んだってよ。お医者さんプレイっていうこと？いや、プレイじゃなくて本当にお医者さんとのやりとりなんだけど。おい、いいんですか調子んなんて、そのしてもらっちゃって。うわ、ちっけえ。一番ラブコメラブコメしてる。変があっても健康体だって前の院長も言ってたよ。それにもう14年も経つんだし。静かに。あ、心臓付近だから。呼吸をするなとは言っていないのだが。王道ラブコメ展開かなこれも。いや、聴診器プレイは王道ではねえか。プレイじゃなくてちゃんと聴診器してるんだって。だからレイが真剣な顔してる。本当にまずい状態なの。心臓の多分破片だから。生まれつき冷たい顔なんだよ。どんな患者にも同じ顔してる。手術で取り除けないんだろうな。また何かあったのか。バカ野郎、お前の顔が近いからだよ。分かった、認めるよ。緊張してるの。お医者さんを見ると自然に。いや、どのお医者さんに対してもなるわけじゃねえだろ絶対。特殊なアレルギーだな。バカ野郎、お前自分のイケメンを自覚しろ。不整脈、頻脈、心雑音、それに。それって不安があるのにハンターになったのか。笑えばいいよ、理由は知ってるはずじゃない。笑いたいのではない。偉大なお前に守られこの町は安全だ。そうとも言えないよ。偉大なレイ先生が危険な目に遭った時は私がハンターとして助けてあげる。貸しを作りたいなら職務中は頭をシャンとさせておけ。お前が搬送されてくる姿は見たくない。うーわー、ちょっとキュンとしたよね。イケメンのさ、幼馴染のお医者さんにお前が搬送されてくる姿は見たくないつって言われてみて、言ってみて、イケメンがすぎるだろうさすがに。というわけでレイのボイスメッセージ、ボイスメッセージは届いてなかったようだ。ということはセイヤ、お前が特殊なんだ。なんでお前ボイスメッセージいきなり最初に送ってきたんだ。やべえよお前の距離感の詰め方は。はい、最近ワンダラーに襲われた患者が増え、心臓からコアの破片が検出される割合も上がっている。軽く考えるな。お前は自分の体の状況をよく知っているはずだ。うん、まあ冷たいように思えて心配してくれてるのは伝わるよね。うん、私の主治医であるあなたもよく知ってるでしょ。私は今本当に問題ない、元気に飛び跳ねてるって。一般的に襲われた患者には多少なりとも後遺症が出る。お前は今のところ問題ないが潜在リスクはゼロではない。なるほどね。さあどうしよっか。ハンターの仕事は危険じゃない。いや危険だろ。危険じゃないは嘘だわ、それは嘘。うん、信頼いいんじゃないこれ。幸運。あなたを信頼してるでいこう。これはでもあなたの患者はほとんどが問題なく回復するでしょ。レイ先生の医術を信頼してるよ。こんな落ちるだろう男は。そのポジティブな思考は長所なのか短所なのかわからないな。いつか治るって信じてる。医者の死いつか治るって信じてる。この症状もいつかは治るって信じてる。ならばその日が来るまで。おーい、なんか絆上がったぞ。
私の目はずっと、おい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 、こいつさ、一番甘々か、一番甘いセリフを吐き上がるのか、冷たいように見えて、一番距離が遠いように見えて、近しいぞ、すごく甘いセリフを吐き上がるぞ。私の目はずっと前からお前のものだ。何を言ってるんだこいつは。お前が症状を保っていられることを願っている、祈っている。はい、というわけで、じゃあ今回この辺で終わっとく。とりあえず、はい、このおよそスマホのゲームのクオリティとは思えないほど激高いクオリティの恋とシンク、もうリリースされております。無料でできます。皆さんぜひダウンロードしてみてはいかがでしょうか。ではご視聴ありがとうございました。